デビアン。デビアン、デビアン、またはデビアンプロジェクトは、Linux ディストリビューションの一つである Devian GNU。Linux を中心とする Unix 系システムのディストリビューションを作成しているプロジェクトである。名前の通り、GNU プロジェクトの精神の尊重と、そのため、一般には、単に Linux とされることが多いような場合にも、GNU。 Linux システムという故障を積極的に使っている同プロジェクトによるプロダクトの積極的な採用などが特徴である。Linux ディストリビューションのほか、カーネルを Linux カーネルから GNU ハードやフリーブスドのカーネルに置き換えた d e b i a n GNU、ハードや d e b i a n GNU、フリーブスドなどがある。Linux カーネル、必須なユーティリティ類のユーティル、Linux。 プログラムのビルドに必要な GCC や GNU、バイニュートルズ、コーリートルズなどのその他のユニックス系ユーティリティをはじめ、その他デスクトップ環境向けやサーバー運用向けなど、多数の計5万千以上のパッケージを提供している。ターゲットアーキテクチャとして、現在中のアーキテクチャ向けにリリースされており、インテルや AMD の 32bit64bit プロセッサー、 組み込み機器で使われる ARM アーキテクチャなどがそれには含まれている。低水準のパッケージ管理システムは DPKG、高水準のパッケージ管理システムは APT である。デスクトップ環境は各種のものがパッケージにあるが、d e b i a n 8ではインストール時に選べるのは GNOME、ZAFS、KDE、SINAMON、m a t s XDO、LXQT である。 その他の特徴として、デビアンをベースとして、さらにカスタマイズを加えた派生リナックスディストリビューションの作成が考慮されているという点があり、Ubuntu 多,多くの派生ディストリビューションが存在する。インストーラ用の CD、DVD イメージはウェブからのダウンロード、ビットトレント軸度などで取得でき、またインストールメディアをオンライン再販業者から購入することも可能である。 デビアンは1993年8月16日に、当時パデュー大学の学生であったヤン・マードックにより、創設された。マードックは当初デビアン・リナックス・リリースという名称を付けた。当時ソフトランディング・リナックスシステム、SLS という初の GNU、リナックス・ディストリビューションが公開されていたが、SLS は保守が遅末であったり不具合が頻発したため、 マードックは全く新しいディストリビューションを立ち上げた。1993年、マードックはデビアンマニフェストというこの新しいオペレーティングシステムについての概要を公表した。その中でこのディストリビューションのメンテナンスは Linux 及び GNU の精神に基づき公開された手法で維持されることを求めた。 彼はこのディストリビューションの名称をガールフレンドの名前、デブラリント自身の名前やんンからデビアンとした。デビアンプロジェクトからは1994年から1995年にかけて0.9バージョンのシリーズが初めて公開された。この期間、フリーソフトウェア財団の GNU プロジェクトが支援を行った。1995年には インテル I386 以外のアーキテクチャーに対してもサポートが開始されることとなり、1996年に最初のパブリックリリースとなった 1X が公開された。1996年にはブルース・ペレンズがデビアンプロジェクトのリーダーとしてマードックの公認についた。同年開発者のエアン・シュスラーはデビアンプロジェクトが その利用者に対して社会的な契約を交わすべきであるとの提案を行った。これに関してデビアンプロジェクトのメーリングリストで行われた議論はプロジェクトについてのデビアン社会契約とデビアンフリーソフトウェアガイドライン DFSG にまとめられた。ペレンズはソフトウェアインザパブリックインタレスト SP というデビアンプロジェクトを公式に支え プロジェクトを統括する非営利組織の創設にも関わった。ペレンズはグリーブック移行後初めてのリリースとなったデビアン2.0が公開される直前にデビアンプロジェクトを引退した。この時期デビアンプロジェクトは新たなリーダーを選出し 2X リリースを公開した。この時期に APT が初めて導入されデビアン GNU ハードという Linux カーネル以外の開発も始められた。1999年には d e ア i a n をベースとするディストリビューションも現れ始めた。d e ー r o n e t 2 0 0 6年に開発停止、カレル Linux そしてストロミックスによる StormLinux である。特筆すべきは2000年に公開された2.2リリース、コードネームポテトで、このリリースは LIBC 等重要なパッケージのメンテナで、デュシェンル型スジジストロフィーのため亡くなった、ジョル SP クレッカーに捧げられた。2000年後半には、プロジェクトは、パッケージアーカイブとリリースマネージメントに関する大きな変革を行い、パッケージプール方式と、直ステーブルリリースの土台となるリリーステスティングの導入が開始された。また同年には、全世界のデビアン開発者、 技術者を集めて年1回開催されるデブコンフ、デビアンカンファレンスが開かれるようになった。この頃彼らはリナックス部門を売却、後にザンドローズとなっている。ストロミックスは2001年破産を宣告されている。2002年7月、デビアン3.0、コードネーム、ウッディが公開された。遡ることバージョン1.1から、デビアンはリリースの際に、 映画トイストーリーのキャラクター名をコードネームとして採用し、現在に至る。3.0、ウッディリリース後、次期リリース3.1、サージまで、およそ3年という長期にわたる空白期間が存在する。主な理由として、ポテトからウッディ以後にかけて、パッケージ数が2倍ほどに増加、またウッディでのサポートアーキテクチャも増加したため、 リリース直後からこれに伴うバグが飛躍的に増大した点がある。とりわけ、リリースクリティカルバグが事実上すべて解消されない。限りリリースできないため、リリーススケジュールに多大なる影響を与えた。パッケージメンテナのバグに対する考え方は温度差があり、例えば特定の言語のみ発生するバグならば、そのメンテナがバグ対象の言語圏でもない限りバグを修正する。 ことに対する意欲を持つことは少ない。コミュニティによるボランティアを作業ベースとするデビアン特有の問題とも言える。しかし、長くなっていくリリースサイクルについてフリーソフトウェアコミュニティから非難されることとなり影響力の大きいウブンツが派生する契機となった。デビアンのステーブルリリースの長期化と派生であるウブンツの誕生はデビアンコミュニティに対する意識を変化させ デビアン4.0コードネームエッジ以降のリリースに対してのリリーススケジュールを含むいくつかの改善をもたらしたのは確かである。2011年現在では両コミュニティにおいてバグ修正の取り扱いなど相互交流もある。2005年6月デビアン3.1コードネームサージが公開された。メジャーリリースではないバージョン番号が少数部の増加に止まるにもかかわらず、 この正式版では数多くの変更が実施されたが、それは一つ前のリリースウッディからサージ公開までの期間が長かったことが原因である。このリリースでは70%以上のソフトウェアがアップデートの対象となっただけではなく、ソフトウェアの容量も増加した。新規のインストーラーが導入され、40カ国語にも及ぶ言語がサポートされるようになった。このリリースでは ウッて以前のインストーラである、ブートフラピスをモジュラー設計の新しいインストーラで置き換えたデビアンインストーラ。この新しいインストーラは高度なインストール方法をサポートしており、RAID、XFS そして LVM がサポートされている。またハードウェア検知能力に優れ、Linux のインストールに不慣れなものでもインストールできるようになっている。インストーラは 約40カ国の言語で完全なソフトウェアレベルでの国際化を実現している。インストールマニュアルと包括的なリリースノートは、それぞれ10と15の言語に翻訳されリリースされている。このリリースでは、デビアンプロジェクトの各サブプロジェクトの取り組みも含まれており、デビアン、エドゥ、スコールリニックス、デビアンメド、デビアンアクセシビリティがそれにあたる。スコールリニックスは、 学校教育において有用なソフトウェアのパッケージを作成し、デビアンアーカイブに収録、また教育現場へのデビアンの利用促進を行うプロジェクトである。デビアンメドは医療現場におけるデビアンの利用促進や医療用ソフトウェアの作成、パッケージ化を担っている。デビアンアクセシビリティはデビアンシステムやデビアンプロジェクトのウェブサイトのアクセシビリティ向上や障害者に対するデビアンの 利用をサポートするプロジェクトで、その一部は、視覚障害者のためのブライブ端末上における、インストールサポートなどがある。2006年、ウェブブラウザやメーラーといったモジュラ関連のソフトウェア名が、商標上の問題によって変更された。Firefox は、アイスウィーゼルへ、サンダーバードはアイストブへといったように変わった。これは、モジュラファンデーションの要請により、 デビアンプロジェクトで、モジラ・ファイアフォックスの名称が使えなくなったことによる。2007年4月8日、デビアン4.0、コードネーム、エッジが公開された。GUI インストールが公式にサポートされている。このリリースでは新たに、AMD64 がサポートされた一方、デビアン初の X86 以外の、アーキテクチャであった M68 キロは公式にサポート。 されなくなった。ただし、非公式なサポートは存在する。2009年2月14日、デビアン5.0、コードネーム、デニーが公開された。開発期間は22ヶ月。2万5千以上のソフトウェアパッケージが収録された。新たに、マーベルテクノロジーグループが販売している、ARM ベースのナズ、オリオンプラットフォームとエイスス AAPC のような、ネットブックがサポートされた。 このリリースは MIPS アーキテクチャメンテナで2008年12月26日に交通事故で亡くなったティモスーファーに捧げられた。2010年9月5日、公式にバックポートサービス、デビアンバックポートを開始した。5.0リリースからほぼ2年経った2011年2月6日、デビアン6.0コードネームスクイーズが公開された。フリーブスドカーネル、デビアン GNU、 クフリーブスドがテクノロジープレビューとしてこのバージョンから正式にサポートされたが、その一方でアルファとハッパー、アームの3つのアーキテクチャーがこのバージョンから公式にサポートされなくなった6.0リリースから2年以上経過した2013年5月4日、デビアン7.0コードネームウィージーが公開された。このバージョンからアームホフと S390X の2つのアーキテクチャが正式にサポートされることとなった。2014年4月24日、デビアン6.0のサポートが2016年2月まで延長されることが発表され、2014年6月16日より長期サポート、LTS 期間に入った。2015年4月25日、デビアン8.0、コードネーム、ジェシーが公開された。 このバージョンより、Arch64、6 4ビット b a ー Arm a r c h i t と Power 6 4ビットリトルエンディアン版が正式にサポートされた。また、S390 アーキテクチャのサポートが終了し、S390X に置き換えられた。なお、IA64 及び Spark が開発者不足から正式リリースに含まれなくなった。2017年6月17日、 デビアン9.0コードネームストレッチが公開された。このバージョンより64ビットリトルエンディアンミップスがサポートに追加された。逆にパワー PC の32ビット版がサポートから外れた。パワー PC64 ビット版は引き続きサポートが継続される。プロジェクトは世界中の有志の開発者によって構成されている。プロジェクトには誰でも参加できるが、 正規の開発者になるためには、技術的なチェックを受ける必要がある。現在、1000名以上のメンバーがいる。日本人の開発者は40人ほどである。プロジェクトの抱負として、デビアン社会契約を掲げている。デビアン社会契約は、プロジェクトが遵守すべき事項を定めたもので、1997年7月5日に、採択された。 その中の d e ア i a n Free Software Guideline DFSG は d e ア i a n におけるソフトウェア評価基準となっており、このガイドラインに適合しないフリーではないと評価されたソフトウェアは d e ア i a n の一部として提供されることはない。プロジェクト内の意思決定は d e ア i a n 検証の下で行われる。d e ア i a n 検証は組織構成やその権限。 投票にかけるまでの手続きなどを定めたもので、1998年12月2日に採択された。このことから、デビアンプロジェクトは、独立した、非中央集権的な組織である。また他の GNU、Linux Distribution、例えば、Ubuntu、OpenScene、Fedora、そして Mandrava のように企業が所有するものではない。にもかかわらず、プロジェクトの生産付加価値は、 極めて高く、デビアン4.0、エッジリリースに含まれる全パッケージ開発コストを例にとると、コード総数2億8300万行、ココモモデルを使用した、生産価値評価は130億米ドルに上るとされる。2009年4月2日、オンラインコミュニティサイトオロは、ある時点でのデビアン GNU、Linux プロジェクトのコードベース、コード総数4500万行を、 ココモモデルを用いて評価したところ、開発コストは約8億1900万ベイドルになると推計した。デビアン5.0、デニーリリースに関して、ホアホーゼやモールらの推計によると、有効なコード総数は3億2400万行。ココモモデルによる生産価値評価は61億ユーロに上るとされる。無論こうしたデビアンに関するコミュニティの門戸の広さは、 全く問題がないわけではなく、以前には一部ユーザーによる礼儀知らずな行為とコミュニティの意思決定の遅さが批判されたことがある。毎年デビアンカンファレンス、通称デブコンフが開催される。デビアンカンファレンスは世界中のデビアン開発者が直接会談する場で2000年7月5日に初めて開催された。資金面などの多くの障害があるため、 今のところ日本で開催されたことはないが、有志によって開催が検討されている。詳細は、デブコンフを参照。デビアンプロジェクトリーダー、デビアンプロジェクトリーダー DPL は、プロジェクトの公的な代表者であり、プロジェクトの現在の方向性を決める立場にある。プロジェクトは次のリーダーを選出してきた。補佐的な役職として、アンソニー・タウンズにより、 デビアンセカンド・イン・チャージに IC 副リーダーが創設された。スティーブ・マッキンタイアーは2006年4月から翌2007年4月までこの役職についている。2009年4月からはレオック・クラースがその地位にいる。現、プロジェクトリーダー、ステファノ・ザッキローリはイ i c を選出しない旨、DPL 選挙の際に宣言していた。注意すべきことに、 上記リストにはアクティブなリリースマネージャーのみ含まれている。2003年から導入されたリリースアシスタント、そして引退したマネージャー、リリースウィザーズと呼ばれるはここには含まれていない。APT を参照。デビアンの特徴としてメンテナンスの単純さがある。パッケージ管理システムを備えており、ひとたびインストールが終了すればパッケージマネージャーの APT。 アドバンストパッケージツールによりソフトウェアの更新が行える。パッケージのインストールはセキュリティ関連の更新やプログラム相互の依存性確認も含めて仮想端末、コンソールより容易に操作できる。パッケージの依存関係には大きく分けて Depends, 依存、デッキメンズ、推奨、サグジェスツ、提案という3種類の項目が設定されており動作に必須なものが ディペンズ、動作に必須ではないが、常識的に必要とするものがデッキメンズ、組み合わせることでさらに便利に使えるものがサグジェスッツに指定されている。しかしアプテネットでは、ディペンズ以外の項目を上手に扱えなかったため、これらの項目を最大限に活かすことができるアプテトゥードの仕様が、サージ以降では進められていたが、スクイズでは、この点は改善された。さらに、 自動削除をサポートするようにも更新された。APT には補助的機能を追加するフロントエンドが数多く提供されており、以下ではアプテトゥードを含めたいくつかのフロントエンドを紹介する。アプテトゥードを参照。ユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースは複数存在する。一般的によく知られる代表としてはデビアンだけでなく、 RPM 系のディストリビューションでも使われている Synaptec、s y n a p t i c がある。Synaptec は a p p t Get コマンドを使用せずにシステムの更新が全てマウスで直感的に行えるだけでなくソフトウェアの削除機能も備えている。a p テ t ォ w a t c h a p ッ t w a t c h はデスクトップで使用するユーザーにとってアップデートのリリースを直ちに通知してくれるアップレットとして 極めて有効なツールである。アプテウォッチは、より簡易にパッケージの管理を実現するツールとして開発されたアプリケーションである。これは、ネットワークに接続し、アップデータを定期的に監視するアップレットであり、アップデータが利用可能となった時には、クライアントに自動的に更新の通知を行う。Windows アップデイツや Red Hat ネットワークと同様な機能を持っている。 4.0エッジでは、アプテウォッチに加えて新たにアップデートマネージャーも用意された。これは、GNOME デスクトップ環境で利用可能なパッケージの管理ツールである。このアップデートマネージャーは、アップデートノータファイヤーと呼ばれるデスクトップ上のアップレットと組み合わせて利用することができる。機能的には、アプテウォッチと似ているが、 apt キリングを管理する仕組みが追加されている。なお、アップデートのオタファイヤーは、gnome や kde、zafs など freedesktop.org 準拠のすべてのデスクトップ環境で動作するように設計されている。ただしこれらもアップデートの実際の内部処理は、apt が機能しているので、アプテ、ゲットコマンドを実行することと大差はない。 デビアン4.0ではグラフィカルなパッケージインストーラーが新たに提供された。このインストーラーを利用すればローカルに保存したデビアンパッケージがコマンド操作なしでインストール可能である。レッドハットリナックスで初めて採用されたノーム RPM あるいはノーハーピームともというグラフィカルなインストーラーと交代証をなすツールであるがノーム RPM がシェルプロンプトから RPM コマンドを実行するのと同じ機能を有するのに止まるのとは違い、g d e b i は APT のようにパッケージ間の依存関係を自動的に解決する機能も合わせ持っている点でより優れている。g d e b i とも表記される。パッケージ管理には DevConf と呼ばれるフレームワークが用意されており、パッケージ作成者はユーザーに対して簡易のフロントエンドを提供できる。 このフレームワークを積極的に利用しているパッケージではインストール後にユーザーが行うであろう初期設定の大半を対話形式の質問に答えていくだけでインストールと同時に終えることができる。デブコンフパッケージ自身もデブコンフの設定を有しており利用するフロントエンドインターフェースという線路を設定できる。デブコンフのインターフェースは対話形式のものから非対話形式 質問なしで自動設定なもの、キャラクターベースなものからグラフィカルなもの、または設定ファイルを直接書き換える用途で使用するエディタまでユーザーが自由に選択可能である。優先度はパッケージの各質問ごとに設定されており、ユーザーが介在しないとシステムが動作しなくなる高レベルのものからデフォルトで問題ないような些細なものまである。 システムに不慣れなユーザーのためある優先度より低い設定をすべてデフォルトで済ませ、それらを一切質問させないことも可能である。公開は四つのレベルで行われている。デビアンのコードネームはディズニー配給の映画トイストーリーのキャラクターから取られている。これは過去にデビアンのプロジェクトリーダーを務めたブルース・ペレンズがトイストーリーを制作したピクサーアニメーションスタジオの 社員であったためである。デビアンでは以下のようなアーキテクチャに対応したバイナリ版を作成している。括弧内はプロジェクトでの故障である。以下のアーキテクチャはかつてはサポートされていたが、現在では公式にはサポートされていない。一部のアーキテクチャでは非公式なサポートが存在する。リナックスカーネル以外をカーネルとするものもある。名称の通り、 ユーザーランドは GNU の成果物に依存している。まだ正式リリースされていない蒸気以外のアーキテクチャやカーネル版もいくつかある。アーキテクチャ、カーネル。デビアンはいくつかのディストリビューションのベースとして利用されている。以下はその一部である。リニックスビーンのような派生の派生やウィキペディアに記事が存在しないものは掲載しない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。